鳥島営業所大阪シティバス鳥島営業所は大阪府大阪市小野花区鳥島4丁目1-11にある大阪シティバスの営業所である。最寄りバス停は鳥島車庫前。配置車両の側面及び後面窓ガラスに貼られる営業所を示すシールの表記は鳥である。主に小野花区や西淀川区、港区、大正区など大阪市北西部の路線を担当している。 奏車は、鳥島車庫、野田阪神、西九条にて行っている。また、中津営業所の補助として、大阪駅前、バスターミナル発着路線の一部も受け持っている。1969年に、大阪市交通局春日で営業所として設置された。あと、1994年に移転という形で鳥島、営業所が設置された。市営バスの重整備や、車検整備を担当する。 取島自動車管理事務所と中津営業所取島支所が大阪市交通局の直営で併設されていた。2006年4月に大阪運輸振興へ業務委託されており、大阪市交通局の民営化に伴い、2018年4月に大阪市交通局から大阪市ティバスへ営業所が譲渡された。79号系統は西九条からこの花区南西部を結ぶ路線で、 一部区間は JR、夢咲線と並行している。かつては大阪駅前を発着する系統であったが2010年3月28日より56号系統との統合により、79号系統は西九条伊勢のこの花区内の運行となる。西九条千鳥橋高献2丁目高献、小学校前高献1丁目高献3丁目。 高見二丁目千鳥橋西九条以下は2014年9月20日まで運行されていた44号系統についてである。イルミネーションバスいずれの路線も2013年4月1日のダイヤ改正運行経路変更により廃止。前身の春日ガで営業所時代から主にシャーシは三菱自動車製で、車体は西日本車体工業製が配置されていた。 2002年の路線再編以降、転属が多く、行われるようになったことなどもあり、車種が多様化し、2007年現在、イスズ自動車製、日野自動車製、三菱不装トラックバス製、UD トラックス製のすべてのメーカー製の車両が在籍している。天然ガスバスも在籍するが、営業所内にはガス充填設備はなく、近隣のガス充填施設で充填している。 赤バス車両は2005年導入のメルセデスベンツトランスポーター T1N と2011年導入のヒノポンチョ2が配置されていた。また、過去にはイスズビーユーの電気バス使用者が春日ガで営業所時代の1972年から1982年まで運用されていたことがあった。ありがとうございます。